アトロンクリエイティブエンターテイメントは、ともよりつかさと、えのび稽古によって、沖縄で結成された、日本のアートユニットである。イラストレーションを軸に、キャラクターデザイン、アニメーション、テレビ番組や CM、広告、ロゴデザイン、アートディレクション、映像コンテンツ、壁画、小学校のサイン計画などのビジュアル制作を、手がけている。年月、 浦添市美術館にて発表したファースト作品展、トゥーナーをきっかけにアートユニット自由創作表現者を結成。意欲的かつ独創的な数々の作品展を発表する。2000年、自ら空間をデザインし内装工事したアトリエサロン空間アトロンを小座に設立。2010年、アトロンクリエイティブエンターテイメントに社名を改める。NHK デジタルスタジアム田中秀幸選、ベストセレクション受賞校舎新造改築工事に伴い、小学校のサイン計画を手掛ける。イラストを壁一面に描くというクリエイティブな表現でインパクトのある壁画作品を制作。サイン壁面は計20カ所に及ぶ。参照 iPhone 版、Deep Japan 沖縄ハットアンドロイド版、Deep Japan 沖縄沖縄市立三里小学校サイン。 計画2013から14琉球新報、熊谷猿壁画に、三里昇振興者、アトロンが、デザイン2014年4月10日発行、アトロンウェブショップ。ありがとうございます。